ヨぶと彼の友ロシア美術館所蔵、忍耐強いヨぶジェラルド・ゼーガースがヨぶは、旧約聖書のヨぶ記の主人公。多くの忍耐の中で神への信仰を貫いた人物として書かれる。以下、中期しない限り、ヨぶ記の参照聖句である。うつに住んでいたヨぶには、妻と息子7人と、娘3人、使用人、財産があった。彼は、町の門に座すもので、老人や、 君たちから尊敬されていた。彼は、神の目から見ても偽人であった。しかし、神の称賛を聞いたお使いたちのうち、サタンは、ヨブの忠誠に対して、利益を期待しての信仰だろうと疑いを投げかける。サタンは、神の許しを得て、ヨブを試すことにし、彼のすべての財産と家族を失わせる。それでもヨブは、私は、裸で、母の腹を出た。裸で、そこに帰ろう。 主は与え、主は奪う。主の虚名は褒め称えられよ。と言って揺るぎない信仰を示す。サタンは今度は、ヨブにひどい皮膚病をかける。妻には神を呪って死んだ方がましだとさえ言われるが、ヨブは忠誠を保ち続けた。遠方から、ヨブの三人の友が駆けつけるが、ヨブの変わり果てた姿に悲観し、七日の間、一言も、慰めの言葉をかけることもできなかった。 ついに三人の友はヨブに語りかけるが、神は罪を犯した者に対して正しく、罰を与える。今ヨブが災いを被っているのは、実は何らかの罪を犯したゆえではないか。罪を認めて、信仰に立ち戻ってはどうかというその言葉は、病苦で弱っている上に罪を犯した覚えがないヨブに、とって暴言であり不当であった。ヨブは、仲間から非難されるが、あまり、 中誠を固く守り続けるものの反論が自己言語に過ぎてしまった。それゆえ、エリフに神より自分を疑なるものとすることを咎められ、神自身も現れて、神の見地がいかに人間より高いかを知らしめた。こうして、ヨブは減り下り三人の友のために祈り、全く中誠を保ったことを証明すると、病は治され、神によって以前の二倍の財産を与えられ、子供たちにも恵まれ、 四代にわたって、孫を見るほど長生きして幸せな後反省を送り、140歳まで生きた。エゼキエル書の中で、ヤハウェイ人は、ヨブのことを、ギノモ反射の三人のうちの一人であると、言及している。ヤコブの手紙は、ヨブの結末を神の慈悲深さと結びつけている。ジュズ玉の学名コックスラックラマジョビの種称名と、英語名ジョブ、エスティアーズは、ヨブの涙を意味する。 ありがとうございます。